というわけで、Hey guys, what's up, everybody? This is Icarus. ここから仕切り直していきましょう。オーディングに5分ぐらい取られましたけどね。いや、なんでこんな重いのって思ったんですけど、多分建物の中から始めたら重いのかな。めっちゃ重かった。なんで？っていうかこれ、あれかな、どんどん立てていけばいくほど、なんか重くなっていくんでしょうか、このゲームって。やばい、操作方法忘れた。全部ペットがね、でかやられてしまったんで、また一からなんですけども。乾燥肉バフ。どれを取っておいたいんですかね。インベントでね、フカリックを上げる 20%。 こっち先上げといた方がいいか。で、ペナルティー、エキゾチックの重量、インベントの中の石の重量を減らす。あ、これ欲しいですね。負荷力を上げる。とりあえずこれ上げとこうか。よくわかんないですけど。上げとこう。テイム速度を上げるみたいなやつがあればね、ちょっと嬉しいんですけど、なさそうですね。基本体力を上げる。HP プラス 20%。 体力回復 20%。 最大体力プラス 50。 あ、これでかいな。よし、これで結構死ににくくなったかな。で1時間ぐらいしますかね。パソコンの調子が悪いかもしれないんで、再起動しないといけない。確かこっちに行くと蜂と動物がいるんですよね。どっちがロングボウだっけ。あ、ロングボウはない。そうか、鉄がないのか。これが修理をしたいんですけど、加熱炉、醸造所、金床、そういうのがいるんですね。あ、馬いた。ちょうどいいわ、馬欲しかったね。そう。で、まあ彼をデイブして、どうぞ。まずは馬のテイムですね。自分のボディーガードを一体つけないとやばいので。前回ここキャンプファイヤーかな置いてたんですけどね、丸焦げになっちゃったんですよね、ペットがね。びっくりしました。せっかくエミューをゲットしたんですけど、火の用心ですね。パックを分割。あったか。
インベントリーが、ここか、川とか。腐った植物っているんですかね。まあ一応置いとくか。あいつは枯れるか。当たらんか。そんなうまいこと当たらんか。いた。警戒されてますね。矢をちょっと作っときたいですね。狼だ。肉。ああ。あれ？ドンキーどこ行った？勝手についてくると思ったんですけど、いなくなってるね。あれ？どこ行った？あいつは。リム中のやつが消えましたね。はい、これですか？違う。あれ？消えたかい？食べられたかな？当たらんか。やっぱロングボウが欲しいですね。とりあえずベリー集めましょう。魚は弓矢で取れるのかな。無理か。テレヌス。これは敵か？ベリー持ったらいける？餌あり。なんか弱ってない？いた。餌あげたいんだけど全然受け取ってくれない。お、登ってくるんか。まさかの。痛い。勘弁してください。くそ。来るんか。めっちゃ吹っ飛んでいた。ここは有利だな。
どうしよっかな。底辺はできないな。子連れの馬じゃないとダメなんですよね。やっぱ狼テイムできたらかっこいいですけどね。多分そういうのはない。ソフトビート。ダミューし、あ、ストームが来てます。帰ろう。お、ちゃんと暗くなっていくんですよね。すごいですね。やばい。トンカチ作った方がいいか。よいしょ。で、ソフトミート焼くか。なんか肉焼いてる感がないんですよね。キウイのベスト石、小さな飛べない鳥の保存された記憶。こういうのってなんか意味あるのかな。ヒートガイド。キウイ。クリーチャーアンロック。小さな剥製って書いてんな。どっかに置くんかな、これ。特に配置とかはなさそう。これは暖炉？いや、溶鉱炉か。ってことは弓はできないか、修理は。鉄があればいけるのか。違うか。何を入れればいいんだろう。クリックして起動。レシピを選択。特になし。毛皮は結構集まってきてはいるんですけどね。スピー回復薬。どっかで見たない HP 回復薬。どこだっけなぁ。化石の矢。結構ダメージアップしますね。ああ、鉄鉱石を使って矢を作るのが結構高級な。まあでも、ボス戦とかには大事か。アニマルフード。耐久アニマルフード、サバイバルアニマルフード、でもアンロックしとくか。厳選した野生動物に餌を与えて捕獲し、ゆっくりと手に付けができるユニークなデバイスです。餌は捕食ステーションで加えていきます。お、これがあればいけるのか。どんな生物でもゆっくりとテイムできる。いいね。このハーネスにスプレーはそれほどできません。あ、騎乗用のなんかあんのかな。木製カート。バッファローやタスカーに緑の中に置くと、携帯量が大幅に増加します。農場用カート。コンフォートパック。何ですかこれ。レーシングサドル、アーマーサドル。これはどうやって手に入れるの？レベル30。
砂漠ライディングサドル、テームシャクリちゃんのインテリでこのアイテムと非常できるようになります。おお、すごい。マウントカーゴのインベントにプラス10。ベーシックじゃダメなのかい？ベーシックライディングサドルでいいんじゃない？よし、これでテームしたやつに乗れるな。フードトラフ、もう結構テーム系を一気に取りすぎてるけど、まあまあいいでしょう。メディカルサッチェル、医療品を運べるガンジャンサッチェル、枠内に医療品を即座に使用できる、いいですね。16スロットサッチェル、これ16列になるってこと16個になるってこと。宝石積載量マイナス10キロ、なるほどね。レザーアーマーとかもそろそろ打っといた方がいいか。物理耐性が上がるからダメージ減できますね。プラス10、ああセット装備もあるのか、いろいろあるんだね。トゲトラップ、トラップでしょ、なんかピーピーなってるな。水不足、うち水がないんか。水飲むやつどれでしたっけ。ベーシック浄水器、木炭が10、木炭あるんじゃないかな。ベーシック雨水じゃなくてベーシック浄水器と、ついでに雨水浄水器も置いとくか、両方プラスで置いといて、これを外に設置しに行きのガブ飲みしましょう。あったあったあった、近くに飲める場所があるんで全然いいですね。よいしょ、あれ設置できない、結構で、ここに木炭入れないといけないんですよね。OK、 ガブ飲み、ガブ飲み、どんだけ飲むんだよ。水筒にも入れとく。一気に入れたらいいよね。あ、木炭がなくなった。松明がない。どこ行った？あ、入ってる。いる。お、びっくりした。向かってくるかと思った。合わしきれないから、やっぱ。一発でヘッドショットやらないと。人参。家の周りがね、今暗いから、なんか目印にある松明とかね、置いときたいですね。壁掛けのライトみたいなやつがしかあったような気がするんですよね。これかな、木材がいる。木材なし。製造台で修理できるのか。骨がいる。あ、
骨。骨かける1。加熱台、醸造台。ああ、製造台じゃダメってことね。了解です。ここで作るんだ。意外と設備系のやつ取ってないな多分他の人が作ってくれたやつを使ってしまっていて、どうやら設計図取ってないっぽいですね。設備製造台で止まってるか。いやでも金の子作った気がするんだよな、自分で取ってなかったかな。2か。暖炉はまあ作らないとして、薪ストーブ、目が疲れるんですよねこれ。結構ちっちゃくてね、文字が。ランタンあるじゃないですか。いいね。取っちゃう。あれ、ないっすね。ジャンル分けとかできないのかこれね。探してるもの、あ、あった、取ってますね。鉄インゴと40、木材20。なるほど、結構大変だな。なんでこれだけ英語なんでしょうね。ミルク。ゴミを肥料に変えましょう。コンポスターに入れると腐敗が加速的に進みます。フード腐敗率1000倍。木製作物畑。作物がティア2のストームに耐える。おお、畑でこれで安定的に食料が確保できるわけですね。お、クロスボウ。結局は鉄インゴットがやっぱいるんだな。鉄を探しに行くしかないか。何個か持ってきたんですけどね。鉄20か。20じゃ足りないか。しゃあね。ちょっと鉄探しますわ。だんだんに行く。置いといた方がいいかな真っ暗ですけどね。多分鉄は洞窟を探すしかないのかな。大型地下。しゃ、ステルス。ランク1だと倒せるみたいですね。サクッとね。洞窟探さないといけないですね。どういうとこが掘れるんでしょうね。テイムしたやつどこ行ったんでしょうね。迷子になっちゃったかな。
大きい馬をとりあえずもう一度テイムしないと。ここら辺かな、洞窟。あ、これは塩まあ塩もないのか。回復薬作るのに大事だよ。もうね、日課になってるのがあのスキルレジェンズっていう、まあフリートゥープレイのゲームがあるんですけど、あれがね意外と面白いんですよ。なんかこう各ジャンルのスキルをね毎ターンいくつか取っていって、その組み合わせで戦うみたいなゲームなんですけど、結構バランスはね、まあ、悪いっちゃ悪いんですけど、同じ考えの人がいっぱい集まると、その同じ種類のカードをねみんなで取っちゃうわけなんですよ。でそのカードの配布数っていうのが全体で決まってるんで、人が集めてるものをね集めようとしても最後足りなくなるんですね、数がね。あれって感じでずっと出ないなと思ったら他の人が取ってるみたいなね、っていうのもあって駆け引きが微妙にありますね。あとはサクッと1回15分ぐらいで終わるのかな。だからちょっとした時間でできるのがでかい。よいしょ、ちょっと15分やるかみたいな感じでね。シリカ鉱石、これの使い道だけいまいちわかんないんだよな。いるんかなシリカ。鉄ないね。表にポンって鉄を置いてくれるとかあるのかな。おかげです。しゃ、ステルスキルが一番楽ですね。そんなに鉄って見つかりにくいゲームなのか。あれ狼かな、狙われてる。鹿か。ないですね鉄。びっくりした、まじで。びっくりすんだ、いつもでかいから。鹿よりでかいからな。あ、崩れた。ラッキー。待て待て待て、逃がさ。狼来てるな。当たらんか。まずはテイムからですね。長押しでテイムをストップ。 F 押しちゃったのかさっき。食べてるのかなこれ、わかんない。確か狼ここら辺で倒したんだけど、餌をあげまくればいいんですよ、とりあえずね。
ていうように多分他の種類もあげた方がいいかな。かぼちゃとかね、やるよ。 G8 番どうだ。腐った肉とかさすがにあげたらダメだよな。こいつついてくるのかな。おお、急に来たわ。走っちゃダメなのか。オッケー。じゃあ連れ帰ろう。多分こいつが一番簡単にゲームできるでしょうね、最初ね。装備品ちょっと弱ってる。歯がハマってんのかなこれ。こんにちは。まあちょっとアークっぽい感じだから、非常にとっつきやすいっちゃとっつきやすいですよ、レイカルス。よっ。当時は、なんだっけな、当時なんか違うゲームが結構重なってて、そっちを遊んでしまったんですけど。よっ。とりあえずベリーを回収して、与えまくる。まずは一頭ゲームしないと。今日の目標は騎乗ができるのかっていうチェックと、あとエミューが乗れるのかっていうとこですね。テームしても、おお、びっくりしょー。ホラーなんですよ。家どこだっけ。ここら辺だと思うんですけど、ここから下かな。真っ暗すぎて本当に家の場所が分かんないですね。あった、急に出てくるな。やっぱ、ま、外にね、火を置いた方がいいかな。消火装置、いやいや、そういうんじゃなくて、フロアトーチ、これだ。これだったら火事にならないから。
嵐来るんか、またどこに置いときゃいいか。何でもいいの、いいよ。早いな、燃え尽きるのは。こういうところに置いとかないと浮かんから。水食べるやつか。オクタンがいる。オクタンは確かいっぱいあるんですよ。よし、お前も入れ。シェルター、焼けるなよ勝手に。ちょっとおバカなとこがあるんですよね。自分にキャンプファイヤーに走っていくから。ここに行ってもらおうかな。あちくい、リードを停止にすると自由にやるかな。とりあえず生肉釣るか。よいしょっと。嵐です。もうかち当てた方がいいかな。大丈夫か。暑いになってる。結構ね、毛皮がいっぱいあるかなんか作れたらいいんですけどね。こっから何が作れるかですよ。携帯用寝具、あ、そうか、寝ればいいのか。今考えたらどれが、クリックしてベッド横になる。ベッドを出ると朝になってるのかな、これで。おお、そうかそうか、寝ればよかった。酸素袋が空になっちゃいましたね。どうやって補充するんだっけな。箱置きか。酸素発生器、これか。ここに置こうかな。酸素に加工できる換算デバイス。どういうこと？この空間が酸素で満たされるってことかな？
よくわかんないですね。ちょっと説明不足なところあるやっぱりな。翻訳がされてない部分になるんでしょうかね。ロープ大量に作るか。大丈夫だろうな。勝手に出ていく？大丈夫かな？お、もう一頭いた。いいね。もう一頭ゲットしようか。ダブルでいたら、一体を置き場用にして、一体をボディーガードにしようかな。ついてこい。ダブルでできたらいいね。ウェルカム。入ってこないかな。来い。端っこに寄せて、はいはいと閉める。死にがさん。気温はなんかバッツになってるんだけど、暑いのか？あ、ちゃんとこう開けると涼しくなるのか。面白いですね。暑すぎるのかな、彼らにとっては。もう一応嵐に守られるようになってるの？なんか焼けそうだから連れていくか。こっちにしとこう。また燃えて火事になって嫌だしね。こっちにしとこう。はい。おお、どうぞ。あ、ベリー集めに行かないと。うまい、鉄か。全然鉄ないっすね、ここ。これ硫黄でしょ？シリカ、シリカ。洞窟しかないのか、やっぱの、鉄は。ラストみたいに、地表にポコッと出てたらいいんですけど。これ塩でしょ？ですよね。よ。シリカは鉄ではないんだね。いや、あっという間に時間経つな、これやってると。バイバイ、8だ。危ねえ。匂いはいっぱいあるんだけどな。本当に鉄なんて見つかるんでしょうか。あ、なんか追っかけられてる感じ。とりあえずベリー探しだから。ないよ、鉄。
あんまり遠く行くとまたね、死にゲーになっちゃうから、リセマラして戻ってこないといけないから。鉄はないみたいだ、ここは。お、でっかいのいた。もう、あいつですよ、この前ね。前回テイムした途端に火に飛び込んで燃えてなくなるっていう まあレアな体験しましたけども。あいつの子供じゃないとダメなんだよな、テイムするには。親一頭じゃ意味ないんだよな。ファローいますね。バッファローもやっぱ乗れるって書いてましたね。非常派って書いてましたね。うん、鉄ないね、この周辺は。戻るしかないみたいです。装置で採掘できる。ああ、なんか機械みたいなのがあれば掘れるのか。食料には困らないですけどね。もう無限にあると言っても過言ではないけど。何あれ？あ、オオカミか。バッファローか。よっしゃ。鉄なし。最近ちょっとね、ゲームをやるのはいいんですけど、眠気がすごくてですね、この季節結構こう、寒さと暖かさがね、結構入り混じったような季節なんで、ポカポカってちょっとするとね、すぐこう眠気が 来てしまうというか、今日なんてね、ほんと暖かいですからね、朝は寒くて昼ポカポカしてるっていう気候で、曇りの日はめちゃくちゃ寒いですけど、晴れると暑いですね。汗ばむぐらい。ダメだね。鉄が一つも見つからないですね、このエリア。ここポンコツエリアですね。9、11？ お、11か。で、ここで結構死亡しちゃったんで、
あんまり行きたくないですね。多分ここ鉄あったはずですね。こっちかな。宝珠あたりを行ってみようかな。さあ、餌やりの時間です。早くテイムできたらいいんですけど。失礼と。こっち0%じゃないか。全然進んでないな。ピンマークがついたら OK ってことかな。とりあえずは。眠いって書いてますね。動物用のなんか作れる設備があったんですけど、どうだっけな、取ってたはず、設計図。あ、そうか、製造台でしか作れないんだね。なんだっけ、これだ。牧畜ステーション。木材と皮と釘。いけるね。釘はここで作れないんか。持って帰らないといけないかな。厄介だな、やっぱり。何もないですね。いや、できることがちょっとなさすぎるな、今日。フローズンウッド。なるほど、いずれ木が凍るのか。大変そうだな。今は全然大丈夫です。ちょっとだけあるから、ちょっと南側に、北か、北側ですね。あるもんだ。よし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 。鉄鉱石だ。あるんだ、外に。ああ、いい、よかった、検証できて。洞窟、あ、なんかここ洞窟あるっぽい。あった。
なるほどね。いや、全然気づかんわ、こんなの。普通の壁だと思ってた。何回も前通ってたんですけどね。敵いるかな、やっぱ。暗いな。ライトオン。酸素不足。いるよね、やっぱここに敵。必ず一体敵がいるようになってるんですね。毎回同じ敵だからパターン読んでますけど。いや、よかった、鉄がいっぱい手に入る。金はいらんな。バックパンパン。マジかよ。溢れちゃったな。いいよー。捨てるか。結構鉄重いんだな。重量場。石こんなにいらんか。で、一番を。よし、とりあえずこんだけ割ったらいいかな。100個。ぼかそう。よかったよかった、最後の最後でいいの出た。ロハ、50km 移動。50km も歩くのはすごいですね。みんな一日何歩ぐらい歩いてるんですかね。さあ、テイムの時間です。あと1個しかベリーにある。まずこっちか。鉄鉱石を大量生産。次に銅鉱石。オッケー。燃料は足りるかな。こっちのところ。こっち0%だな、やっぱ。あれ？ベリーがなくなっちゃったんで。
鉄インゴって40と木材20か。もうちょっとですね。はいか、森林50キロで。一応取っとくか。ベリーが減ってきたな。掘りすぎたか。お、ここもよく使えます。あるっぽいな、道が。これは気づかんて。今までより一番深いかも。怖いやん、なんか奥行きがすごいある。なんか飛んでる蜂みたいな。これいけねえな、蜂対策がない。鉄鉱石だけもらって帰ろう。飛んでるね。アイテムが破損しました。鉄インゴットがいます。はい、帰ろう。はい、帰ろう。まあ、チェックできたらいいんだけどね。ここに何かって気に登録できないからな。やっぱ鉄製品持つのはいいけど、ツール壊れやすいっていうのはちょっとネックですね。テレンスいますね。天敵。2メートルがいっぱいです。はい。貸してないと。
よし、餌の確保完了。家の方向間違えた。こっちで合ってる。水不足。入らないですね。できたかな。さらに溶かします。 OK、 40できてるから、これで、あと木材20あればいけるね。持ってません。16、これ借りよう。体験でした。やっと作れる。よいしょ。疲れるわ。よいしょ。オッケー。これでロングボウ修理できる。来た。全然テイムプロセス上がってないな。眠いですが出てんな。ベッドを置いてあげたいんだけど、それ作るにも鉄がいるんですよね。そうか、もうこれで釘作れるから、釘を作ろう。 OK、 マックス。やちゃ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 、キャンセルキャンセル、ちゃ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 、まあいいか。木材だけが、木材取ってくるか。言うてる間に4時になりましたので、よし、いらっしゃい。ああ、有名です。とりあえず今日の目標、第一目標はね、テイムだったんですけど、終わらず。ただ、鉄は見つかったんで。結果オーライですね。必要なものは手に入れる。
しょ、これで作れる。川天川は牧畜ステーション。フードトラフ、ウォータートラフ、動物用ベッド、これだ。動物用ベッド置きます。ちょっとどいてくれるかな、君。どうやさ、はい、これ使って。トラフも。完璧。X を押して許可リスト。近くに許可されている。まあ、前元なし。お、食べとる、食べとる。いいじゃん、いいじゃん。寝てますいい感じですね。雨水を集めて浄水する簡易浄水器。どうやって使うんですか、これ。溜まってないってことか、まだ。やることがありすぎるわ。木炭持ってきたか。いや、忘れてきた。そう、中にもいらんでしょ。よし、なんかアップデートで変わりましたよね。これずっと消費されるようになっちゃったな。前もそうでした？こんな連打しなくても水溜まったはずなんだけどね。なんか変わりましたね。塩を細かくですけど。
しに行く。肉食べるのかな、ドンキーは。あ、全部食べられてる。早いね。かぼちゃあげるわ。人参もあげるわ。パーセントか、55% か。直接手であげた方が良さそう。快適でしょ、ベッドもあって。 X 拾えない使ってるからか。本当はこっちのために置いたんだけどね。俺が使ってるのか。餌が足りないって言われてる。ピッケル修理しないといけないんだ。これが作ったからもうできるはず。あれ？ですね。完璧。これで次回の準備はできましたね。本当はまだ8点使ってないですけど、まあまあレベル3になってから使ってもいいわけですしね。20レベルにならないと取れないものが結構あるので、スウェッチハンマーとかをねまだ使ってないんですけど、採掘時に鉱石を即座に精錬できる。ああ、ではつまり掘った瞬間にもう鉄になっちゃうわけか。それ強いですね。ワンショットピストル連射できないのか。毎分の射撃速度はプラス80。ただ強いですね。一発100か。 100% の確率で遮断が粉砕する。出血ダメージあり。一発につき鉄インゴットか。あ、5発か。5発で鉄インゴット2。割に合わないですね。水爆弾。消火用の爆弾。あ、これは欲しい。いや、まあいろいろありますけども、またじっくりね、やっていこうかなと思いますね。最後に治ったロングボウで撃っちゃうか。ほら強いわ。結構皮がね重要。毛皮か。ベッド作るにも何にそれもいるので、あとは干し肉、これやっときゃ大丈夫でしょ。よし、食べて。テイムは 71% ですね。もうちょっと必要。ベリーとかがね。つけといて。で、中で終わるとちょっと重いのかな？わかんないけど。めちゃくちゃなんか重いんだよな。ここで終わるか。というわけで今回はね、テイム途中ですけども、次回に向けて頑張ってテイムしたいと思います。まあ、ショート、ショートということでね、ショートでも1時間はやっちゃってますけども、まあ、短く、ポンポンとできていけたらいいかなと思います。では、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。
ドンキー2号3号がテイムできるのを願って、次回まで生きてるでしょうかね、これリアルタイムじゃないと思うんですけど、ではお疲れ様でした。